まあ普通、試験手法をねして鮮血反応を見てで尿が赤くて鮮血反応が陰性だったらまあ単に色がついている着色尿でえまあポリフィリアとか珍しい病気もありますけど普通薬剤とかを飲んで尿が単に赤いと大体1回生ですぐに治ってしまいますからまあもう鮮血が陰性だったら繰り返さない限りはですね、大丈夫ですよという話をして帰っていただくことが多いですね。 試験手法で陽性だった場合に賃査を見ていくともう赤いってきてますからもし赤血球があれば下に沈みますで賃査がなかったらこの場合はミオグロビン尿かヘモグロビン尿ということをこう考えていろいろですねこう病歴を聞いたりするとある程度鑑別がついてきますし検査をすればいい。で賃査が出てきて初めて血尿というふうな定義になっていきます。 まあ、まあ、尿が赤いって来院したときには、まあ、こういうふうにこう考えていってですね。で、尿鮮血反応が陽性だったら必ずしも血尿ではないっていうね、このえミオグロビン尿、ヘモグリン尿があるっていうことはちょっと注意して知っておいていただきたいと思います。それで血尿の定義ですけど、血尿は、えー、尿検査で見て400倍の倍率で見たときに赤血球が5個以上というふうに定義されています。 この血尿っていうのはもう腎・尿路系どこからから出血し尿いろいろ分けられていて目で見た色の変化がある場合とない場合で肉眼的血尿と顕微鏡的血尿また臨床的には症状を先ほど岩崎先生が話してくださったように症状を伴っているような症候性血尿と全く症状を伴わないで血尿が出ているという無症候性血尿。 それから一過性に出る場合と持続性に出る場合があります。